ゼータの鼓動。起動します。前回までのあらすじ。さあ満を持して自作パソコンへの道第6弾再開していこうと思います。まあ実際はこれが第8弾なんですよ。先に挙げた第7弾と8弾っていうのはこれより前に作っちゃってるパソコンなので、これがなんで第6弾で出てきたかっていうと、2020年の11月6日ライゼン5000シリーズ発売日、狙っていたライゼン9 3950X が狙っていた状態、すごくいいもので狙っていた値段で出品されて買えたので、いや買えたわって言って急遽出した動画だったんですね。ただこの自作パソコンへの道を始めてからダントツで高い。今まで使ってきた CPU と比べて3倍ぐらいする値段だったので、予算を全て CPU のみに使い果たしてしまった。それから2ヶ月他のパーツを買えないという状態になってしまいまして、年明けまで放置というそういう状況にありました。カミーユ、そんなんじゃミノフスキー粒子が薄くても迷子になっちまうぞ。そんなこともあり、今回2ヶ月あったのでじっくりマザーボードを選ぶことができました。今回の候補は X570 と B550。 今までよりより深くマザーボードを知ることができたし、これまでと違って自分の欲しい性能をいくつかピックアップして、それに合ったマザーボードを選んだ。それがこれ Gigabyte X570 オーラスマスターになります。ではここからその自分が欲しかった性能を、中身、付属品などを見ながらご紹介します。まずは SATA ケーブルなんだけど、これは多分おまけなんじゃないかな、多分で、いつももったいなくて使えないやつ。温度センサーが2本と結束バンド。ほんでまあまあいろいろ入っています。必要なものはちゃんと入っているということで省きますけれども、一つ気になったのは、前回第3弾の時に使っていたのは同じくオーラスの X470。 あれはめちゃめちゃ光るマザーボードだったので、 RGB 制御のピンが5ピンだったんです。ARGB とか言ったかな。でその5ピンから5ピンでもいいし4ピンだけ使ってもいいみたいな感じの RGB 制御。ところが X570 になると、他のメーカーもそうだけど全体的にちょっとあんま光りませんよみたいになっていて、付属品のケーブルも3ピンのもの、4ピン状態の、ね、途中かけてる3ピンですよね、あれと4ピン2種類のケーブルついてます。あれ前は5ピンだったのにみたいな、ちょっと寂しい感じもあります。でこれ今回の選ぶポイントとはちょっと違うんだけど、オーラスはこのケースのパワーボタンとかをまとめれるこのパーツがついてるのもすごくいいよね。このマザーボードを選んだポイントその1にして最大の理由、これこのパーツこそ今回このマザーボードに決めた最大の理由なんです。これ何かっていうと Wi-Fi アンテナ、他のメーカーとかも見てみると各社まあまあ似たようなデザインになってるんですが、特にこのギガバイトオーラスのこのデザインは完全に一致してるんです。もう行くしかない、これしかなかった。勘のいい人はもう分かってますね、この形。この動画の最初から散々降ってきてますよ。いやなんなら1月頭にツイートした画像の中でもすでに降ってます。知らないですよ。では伏線回収といきましょう。ゼータガンダムのここ、これなんていうパーツだったかな、ちょっと呼び名忘れちゃったけど、これそっくりじゃないですか。っていうかこれでしょ、これにしたんでしょ、もうこれゼータガンダムじゃんと思って、それ以降オーラスは第一候補から揺るがなかったよね。では全体を見ながら他のポイントも紹介していきます。向かって中心より右側、このオーラスはヒートシンクと IO カバーめちゃくちゃかっこよくておしゃれ。対して左側は普通、すごく普通。他はだいたい逆なんだよ。 X570、B550 ともに他のメーカーもいろいろ見たけど、M.2 やチップセットのヒートシンク一体化してでかくなって今までにない凝った作りになってる。で IO カバーはどうかっていうと割と今まで通りみたいな。じゃあこのオーラスマスター、ヒートシンクと IO パネル部分どうかっこよくてどうおしゃれなのか、その辺をちょっと見ていきましょう。まずよく見る IO カバーは
この部分にでっかいエンブレム入れがち。それからロゴもこれとは真逆、左上から右下に流してついてることが多い。でもそれだとさ、いつも言ってんだけど、ケースに入れた場合ここにリアファンが来る。そうすると半分隠れちゃったりしてすげえかっこ悪いことになる。その点このオーラスマスターはエンブレムを入れるのではなく、細かい模様とパーツを重ねることでディテール密度を濃くしてる。オーラスのロゴもこれ掘らさっているだけで光りません。じゃあどうやってこのロゴを見せるのか、ここがおしゃれなんです。間接照明なんです。この銀色の板の中が光ってオーラスの文字を照らすんです。そうすると文字は掘らさっているんで、 RGB の光が照らすところに影としてオーラスが浮き出るという、この光の出し方もウェブライダーのスラスターにちょっと似てんだよな。隣の台形にくり抜いている部分、ここも間接照明。中には椎茸状のヒートシンクが見えていて、そこを RGB で照らします。ヒートシンクを模様としても使い、隙間の影をかっこよく利用するんだよね。この見せ方もさ、スペリオルガンダムの胸の部分くり抜いて中のメカを見せるっていう、ね、俺これデザインした人絶対ガンプラ作ってんじゃねえかなと思うんだけど。さっき言ってたスラスターはここ、なんかほら、なんかほらねぽいでしょ。こっからは淡々と。電源フェーズは意外と14フェーズ、このグレードなら16ありそうじゃん。ここちょっと迷ったとこだって、今回使う CPU は Ryzen 9 3950X だから、16フェーズのものも他にあるって分かってて14。うん、 CPU 補助電源は8ピンプラス8ピン。見て分かる通りこれも金属カバーで補強されてます。そしてそのすぐ隣にリアケースファンの4ピンがここについてます。いつもの CPU のすぐ近くにあるやつだと意外とケーブル気になったりするんだけど、ここにあると仕上がりがすっきりする。このマザーボードを選んだポイント2と3はここにある。 USB の数と 2.5GB の LAN ポート。このパソコンは動画録画編集配信に使うので USB でつなぐものがいっぱいあるんだよ。ウェブカメラ、マイクから音を入れるためにミキサーもつないでる。それからガラケーで撮影したソラチュの動画なんかをすぐパソコンにコピーするためにいつでも USB を開けておかなければいけない。 2PC 配信のためのゲームキャプチャー、そして当然マウスとキーボード、さらにはカメラを追加予定でもあるんで USB は大いに越したことはなかった。 2.5GB LAN は以前カテゴリー8の LAN ケーブルを使った時の理由と同じで、 2.5GB に繋いだら少しでも速くなるんじゃないかなってちょっと試したかった。メモリスロット、ここもちゃんと金属カバーで補強されてます。個人的にポイント高いのは両側ラッチなところ、まあ単純に好きですこっちの方が。ちなみに B550 だと24ピンのところもカバーついてたりする。逆に X570 は PCIe スロット全部にこの金属カバーがついてる。そしてポイント4、マザーボードの強度。このマザーボードは裏面がっちりでかいウェブライダーがついてる。なんで強度がそんなにポイントになったかというと、 Ryzen 9 3950X を使う場合、今までと同じ CPU クーラーだとちゃんと冷やしきれなくて性能を抑えて使うことになるかもしれない。だからハイエンド空冷クーラーや簡易水冷を使うという選択肢になる。簡易水冷ならまだいいんだけど、ハイエンド空冷クーラーだとめちゃくちゃ重たそうなんだよ。強度ないと心配じゃん。特に自分はしょっちゅう動かしてメンテやったりパーツ変えたり、そうなると負荷かかってくるだろうなと思ってしっかり補強されてるマザーボードを選びたかった。RGB 制御は3ピンと4ピン両方ついてて、 X570 には電源ボタン、デュアルバイオスの切り替えボタンもついてる。以前 X470 のバイオス更新失敗になってしまった時に、このデュアルバイオスの切り替えスイッチでなんとか元に戻せたので、俺はこれついてるのがすごく安心する。下っ側は必要なものがちゃんとついてる。あえて言うなら USB 2.0 2つあるので、 RGB 制御が必要な CPU クーラーを使った時、この 2.0 の片方を使うと思うので2個ついてるのは嬉しい。3ピンと4ピンの RGB 制御も下にもついてる。 X570 はここも光るよ。マザーボードのおすすめって難しいなって感じた。今回 X570 と B550 各社2ヶ月かけて本当にじっくり見て回ったから、この世代のマザーボードおすすめするってすげえ難しいなって感じた。
自分の中では X570 の方が上位だったなと。なので570選んでおけば間違いないなって思ってたんだけど、 X570 と B550 では B550 の方が1年ぐらい後に発売されているんで、その間の技術の進歩もあったりして、例えば電源フェーズ550の方が増えてたり、LANポート X570 はまだ 2.5GB ついてないものがあったり、でもやっぱり X570 の方が装備は豪華だったりする。金属カバーでの補強についても、このメーカーについてはメモリスロットも補強されてるんだけど、 PCIe スロットは一番上しかついてないよとか、逆に PCIe スロット上と下2箇所補強されてんだけどメモリスロット補強されてませんとか、本当にメーカーと570、550の間でバラッバラに装備が違うんだよね。でどっちがいいとかも言えないの。だからちょっとこだわりたいなと思った場合は、本当に自分で欲しい装備を絞り込んで、そのポイントの装備が揃っているマザーボードを探す。今回はそうやってこのオーラスマスターにたどり着きました。あいつをにっこり微笑んで。 CPU とマザーボードここまでやったんだから、 M.2 もちょっとこだわってみた。マザーボードと同じくオーラスの Gen 4 のやつ、とにかくめっちゃ速いやつってことよ。ほんでこれがさ、ヒートシンク全部銅でできててめっちゃ重いの。以前簡易水冷も冷えるやつはめっちゃ重いって聞いたんで、多分この重さはすげえ冷えるんだろうね。それからさっきも言ったんだけど、このマザーボード右側がむちゃくちゃおしゃれでかっこいいと、すげえこだわった作りしてるのに対して、この左側すごく普通だと、なんでこんな普通なんだろうと思ったんだけど、同じオーラスからこういう M.2 が出てるんで、どっちかのヒートシンクを取り外さなきゃダメとなると、従来通りのシンプルな作りの方が M.2 そのまま取り付けて、外したマザーボードのヒートシンクしまっときゃいいかなっていう、そういうことなのかもしれないな。これ上のヒートシンクロゴついてるんで残したいなと思って M.2 は真ん中につけてるんだけど、結局後から上のヒートシンク真ん中にもつくことが分かったんで、 M.2 を上につけてロゴついたヒートシンクを真ん中につけ直しました。さあいよいよ2ヶ月寝かした Ryzen 9 3950X、 ついにマザーボードに乗っける時が来た。それだけだ。今回メモリーもちょっといいやつが手に入った。 G スキルのトライデント Z ロイヤルシルバー。これメモリーね、新品の方が安くなってるって言ってたんだけど、去年もそうだった。年末から年始ちょっと値上がりするんだね。で今若干値上がりしてて、それでも安いと思うんだけど、新品よりも半額くらいでこの1本だけ売ってたんで、ちょっと光り方が美しい憧れのロイヤル買ってみました。これピカピカなんで磨く布がちゃんとついてる。さすがロイヤル。そしてこの部分なんかぷくっと立体になってて、なんか綺麗で、でこれは3200のやつ。動画編集のパソコンに使うんで、あんまり早すぎてもダメっていうことで、オーバークロック設定じゃなく定格で使おうと思ってます。あとなんといってもこのメモリーは光り方がいいんだよな。光る部分がデコボコになってんだけど、それが光を乱反射させて、やっぱりこれもディテール密度を濃くする。さあいかがだったでしょうか。今回は2ヶ月という時間があったので、今までになくマザーボードのことを深く知り、じっくり選ぶことができた。 X570 もしくは B550 を選ぶ場合、チップセットの違いだけではなく、各メーカーによってそれぞれバラバラに長所がある。なのでこだわりを持って選ぶのであれば、自分の欲しい装備をちゃんと決めてから、それが揃ってるマザーボードを探す。今回自分はゼータガンダムみたいな部分があった。 USB が多め、 2.5GB のLANポートがある。ハイエンドクーレーの CPU クーラーを取り付けることを想定して、マザーボード背面の補強、ウェーブライダーがついている。以上の4点で X570 オーラスマスターを選びました。というわけで今回の動画は以上になります。ぜひチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。お疲れ様でした。この CPU には、クーラーも今まで通りとはいかない。次回 CPU クーラー、君は時の涙を見る。